さあ、東京ヤクルトスワローズファン感謝デー2020、ここからはですね、つば九郎のお悩み相談タイムとなります。選手の皆さんのね、日頃の悩みを27年目のシーズンを終えようとしている大ベテランのつば九郎先生に解決していただこうという企画です。このパートは私、パトリック・ユーが司会していきます。そしてどうも皆さん、はじめまして、星野和之と申します。よろしくお願いいたします。ユーさんも、はじめまして、よろしくお願いします。つば九郎の幼馴染です。幼馴染ではない、そんなベテランではないです。イベントでご一緒にいただきました。なるほどね。はい、つば九郎先生、よろしくお願いします。お願いします。はい、もう朝からフル活動です。はい、それでは本日、つば九郎にお悩みを解決してほしいというそろそろ選手をご紹介していきましょう。この方々です。でも夢の融合投手、高橋奎二投手、星智也投手、高梨博俊投手、広岡大志選手、塩見康隆選手、西田明久選手、そしてグッチこと坂口智隆選手。はい、8選手に、登場していただきます。登場していただきました。よし、ではお悩みを抱えている8選手の皆さん、座っていただきましたが、それでは早速つば九郎へのお悩みを出していただきたいと思います。いいですか、お悩みオープン。はい、いやこれなんか興味深いものばかりですけどもね。すごいですね。いや、まずそうですね、今年活躍で本田時代たくさん登ってくれましたグッチ選手からいきたいと思うんですけど、はい、ちょっとちっちゃ、何書いてるの、ちっちゃすぎて分かんない。めちゃめちゃちっちゃいですよ。はい、ドレスの、はい、グッチ選手のお悩みからいきたいと思います。どれからいきますか。じゃあ上の方から。酒を飲むとご飯が食べれなくなってきました。どうすればいいですか。なんか実直な悩みって感じがしますよね。つば九郎先生、まあ、お酒を飲むと食べる量が減ると、はい、年齢的な今すごい嫌がりなく、はい、我々にてよく言えます。そうですね、今目が見えないです。さあ、つば九郎先生のお答えいかがでございましょうか。逆に食べないと飲めません、どうしたらいいのか。グッチさん、逆質問来ました。逆悩みそうだね。これはもう単純にお酒の味をこう楽しむ、そしたら、どうすかね。ご飯なんだろう、飯食わないんです。はい、ちょっとそうですね。じゃあ次行きましょうか。三輪さんが黙りません、どうしたらいいですか。三輪候補黙りません、どうしたらいいですか。つば九郎さんの解決してくださいね。久しぶり、グーで殴っております。ダメです。暴力主義やってください。平和的にね、そのいいところですね。ありがとうございます。あ、久さん以上ですか。あと1個ありません。はい、ちっちゃ。この際に行きますか。グリさんのサイン、あ、グリさん一番サインがでかいですよね。メルカリやめてよ、転売するんじゃないよ。だから悪い癖ですよ。せっかく貴重なサインいただきましょう。はい、はい、長渕さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて高橋帰るシステムじゃないですか。一人って最後の人とかは何しないんですか。さあ、もう一度言ってください。ドライですね。今すごい自然すぎて、そうそうそう、ね、はい、ディレクターもなんかポカッとした。誰も止めなかった。ちょっと気をつけください。すいません。続いて高梨投手のお悩みお願いします。はい、どうしたら後輩かっこ梅野と刑事なんですけど、はい、全く僕に敬語を使ってくれない。後輩が敬語を使ってくれない。そもそも敬語をご存知ですかみたいな。でもどうなんですか、この辺の上下関係、つば九郎さんにもちろんあると思うんですけど、いかがですか。
金の力で何とかする。先輩らしく家をお金で強くなるよね。お金持ってないですよね。そんなことないし、お金持ってますもんね。お金の力で解決するということで、はい、違うで解決してください、はい、お願いします。じゃあ続いて、じゃあ梅の年いきましょうか。はい、最近ゴルフをすることが多いんですけど、どうやったらゴルフが考えてますか。スパクロさんの質問で合ってるんですか。お前ゴルフどうなんですか。結婚されてましたね。ね、欲しいですね。嘘の申告をするダメ。ちゃんとやめる。ルール違反。解決しましたか。解決になってないんですよね。高橋投手。はい。小川さんは何をします。みんな気になってる。みんな気になってる。LINE したって言ってましたから。あ、そうです、はい、仲いいですもんね。ほら、LINE して悩んでたね。悩んでいたね。はい、はい、じゃまだこれからのことですね。リアル、はい、ちょっと気になるところですが、はい、では続いて広岡選手いきましょうか。あら、なんですか。どんな悩みですか。あまり思い浮かばなかったので。悩みがないと素晴らしいですね。スバクロは悩みがあるなって。あ、これでスバクロの悩みを。はい、はい、スバクロ先生、なんか悩みありますか。あんまりイメージないっすよね。今年はパトロール行けなかったのかね。あ、確かに一番の悩みだったと思いますが、まあ、シーズン通してどうやったらクルミンパ成功するか。なんか惜しい瞬間は結構あったんですよね。ヒロミさんどうしましょう。まあ、いつもベンチで見れるときに、はい、絶対成功しないんで、はい、帽子をでかくする。帽子をでかくするね。ちょっとずるい方向をやる。めちゃくちゃだと思います。はい、あ、逆つば九郎の悩みを相談してください。はい、はい、発注します。お願いします。来週の皆さん、お願いします。ありがとうございます。はい、西田さん、はい、西田さんお願いします。なんか広岡選手はどうしたんですか。ピッチャーで、はい、ですけど、野手で一番の相手なのが広岡大志なので、まず、あの、はいと返事しないですね。うわぁ、どうしたらいいですか、つば九郎。お悩みは無事みたいな感じで、ちょっと解決してあげてください、お願いします。大ベテランにお任せしましょう。高津さんに言いつける。あんたのプリスコアじゃ、お任せする。だいぶ大事になっちゃいますね。ありがとうございます。星投手、大丈夫ですか。なんかちょっと寒くない。大丈夫です。ずっとなんか考え事をしてました。大丈夫ですか。モニター見てます。あ、モニター見てます。失礼します。お悩みお願いします。僕結構体重多くて、あの、ダイエットしたいなと思ってるんですけど、なんかいい方法ありますか。それつば九郎さんに言います。つば九郎自体が悩んでるのかな。はい。どうなんです。でも、ビシッとこういう立場だからこそあるかもしれないですからね。はい、聞く相手間違いがございました。やはりの回答でございました。スパクロ一緒にどうですか。一緒にダイエット、一緒にどうですか。誘われてますよ。みんなだったら誰かとやるのもしかしたらね、ダイエット進むかもしれないですよ。スパクロちょっと遅かったですけど。そうなんですか。はい、丁重にお断りします。痩せる気ゼロでございました。断られました。以上ですかね、お悩みは。あ、忘れてました。シムさん。すいません。マジで。マジで。どんな悩みですか。はい、お願いします。うまって言われちゃうんですけど、どうしたらいいですか。誰から言われるんですか、これは。あ、もうチーム全体がそういう感じなんで。いいですか。チーム全体からうまって言われる。ヒヒーンと答えよう。うまじゃない。自分も寄せてって言われる。でも相性、まあ、ニックネーム的なことですよね。どう呼ばれたいですか、皆さんからは。優しく、オミ君って呼ぶ。彼女に言ってください、それ。オミ君。はい。はい。ありがとうございました。はい。選手の皆さん。あ、何でしょう。佐久間先生が今、はい。逆に質問があるんでしょうかね。彼女には何と呼ばれているのっていう逆質問がありました。彼女いないです。固まりました。リードしました。さあ、大丈夫。彼女はいないそうですね。募集中ということですね。はい。
感じの伝え方を持ってもまだ諏訪子先生が最後の話です。書いておきますね。あ、深掘りはやめておくよということでそれ書かなくてもいいでしょ。それ言うことでなんかあるからね。意外ですね、今の悪意しかなくて。ということで、ファンの皆さんにもそう呼んでもらいたいと思いますね。そうか、勝手に CM 行かないといけないですから、勝手にですね、はい、まだ呼んでいただけるのは、嬉しいです。わかりました、ありがとうございます。つばくろ CM ですか。はい、わかりました。というか、このコーナー、これで皆さんのお悩み解決できたのかなと、どうかなとかと思うんですけど、皆さん、お名前、解決できましたでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。坂口さんは一刻も早く帰りたそうです。はい、じゃあもうこのコーナー締めましょう。以上、つばくろのお悩み相談でした。ありがとうございました。参加していただいた選手の皆さんに、毎週大きな拍手をお願いします。さあ、この後は神宮名場面集ですが、このステージの準備を、行っている間、控室と中継をつなぎたいと思います。杉原さん。はい、私は今ですね、神宮球場の中にある控室